はい、じゃあそしたら、フォームについてです。先ほど叩いているのを見させていただいて、足の踏み方、姿勢はお二人とも大丈夫です。で、右手も大丈夫なんですが、左手をちょっと変えていこうと思います。もちろん今のままでも叩けなくはないんですけども、これからスピードが上がってきたりすると左手の音量がかなり弱くなってしまうので、今のうちにこの叩き方を覚えてくださいっていうところです。で、どういう風に叩くかというと、ボールを投げるような形でこういう風に、簡単に言うとこういう風に叩きます。どういう風にするかというと、手首から上げます。手首から上げて、で、今度は肘、手首、まあ、指、最後のスティックっていう、なんか本当にボールを投げるような動きに、こういう風な動きをしたいんですね。そうすると、軽い力でこう大きな音が出ます。悪い例はこれです。これはあんまり音量が出ないんですね。本当に初めての方はこういう方もいらっしゃいます。なんですが、ここから叩く、そうすると軽い力で大きな音が出ます。なんで、ちょっと意識してやるときは難しいですね。で、これができるようになったら、実は1個また課題が出ちゃいます。右手こう使っちゃうことが多いです。これ左をこう上げようとすると、あ、右手が邪魔だな、はい、じゃあどうしたらいいか。右手も上げる、はい、で、右手も上げるとまた不具合が出てきます。どうなるかっていうと、大体の処方になります。ちょっと弱めに叩きます。なぜかというと、同じ この振り幅と同じスピードでこう上げるとほんの遅くなっちゃう。なので大きさが、振り幅が違うと音が変わりますので、なので意識的にここだけ速く上げて落としていく、ここが入ってます。そうすると、で、コツがあるとしたら、慣れないとこれも大変なんですけども、今叩いている感覚と聞こえてくる音を聞きながら調整します。なんでこうやった時にタッ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 タって聞こえるように叩くスピードを調整してあげる。これが一番いいです。さすがに例えば時速、秒速何メートルぐらいのスピードで上げてとか、ロボットみたいでできないと思います。もしくは 0.01 秒ぐらい早く動くとかっていうのは難しいんで、出てきた音に合わせながら、あ、今ぴったりタッタッタッタなってるかなっていうのをこうやって、で、左手は慣れてくるとものすごい音が出ちゃうので、軽く動かしてあげる感じで大丈夫です。で、ポイントはこういうなんかボールをこう投げるようなこういう動きになる。これをうまく使うと軽い力で起きる。はい、以上となります。難しいね。バイバイ。